ぱりさオープンした時からやってる土鍋煮込みハンバーグと、最近はチキン南蛮が人気がありますね。でも主人と2人でやってますので、なかなかいっぱい来ていただいても、なかなかその時間的にパッパとは出せなくなってしまいましたので、ほどほどに来てください。